スーッと声持ち上げてくれる。はい。そうそう。はい、いいよ。そしてそーっと下ろして、そうそう、大丈夫です。182。うんちぐんですか。でも何ですか。何ですか。はい。182。で、このまま鼻のこっち向けて持って。はい。ごめんね、ちゃむちゃん。任せて。はい、今度はそうですよ。11時だからちょっと12時にした。はい、ごめんね、その、まずそのチェックさせてください。ほら、残ってるんだよ、これ。食べてる後あった？ゼロです。ゼロ、全く。いや、でも粒が入ってるぞ。入ってます。これ巻いちゃダメ。あ、巻いちゃダメなんですか。なんで皮付きが入ってるの、これ。これ違うよ、これが。これ鳩餌？鳩餌です。鳩餌ってこんなのが入ってるの。これが鳩餌でしたけど、あれも、じゃあこれ砕いたやつ。あ、砕いたのがすり餌なんですか。違う、鳩餌を。いや、これをさ、はい、砕いたやつも入れて。砕けばいいです、うん、はい。入ってないんだからさ。え、砕くんですね。で、これは2時間経ったのを下げる。はい。あ、2時間ですね。だから鳩餌とすり餌、これはそのままずっと置いておいて。はい。で、あと鳩餌を、あの、なんだっけ、ニャーンと砕いたやつ。あ、はい。をやりたい。長さにちょっと流動紙もちょっとセットして、下も砕いたのでいいですか。うん、そう、下も砕いたので。下と上、じゃあ砕いて。だってこんなの、はい、そのまま食べてるんだよ。入ってる上さ、少し。あ、じゃあ下の一粒、二粒、一粒、二粒ぐらい。グラム的には全く。これ、こんなの、え、鳩餌ってこれ。あとでちょっと鳩餌にちょっと持ってきて、どんなの本当鳩餌です。もう鳩餌って言われてるやつ。多分この夕方でなくなるよね。食べようね。どうするかじゃ。2.8。本当の鳩のご飯それなんだね。はい、わかりました。はい、じゃあ顔口見て。いきますよ。ちゃむちゃん頑張ってね。頑張ってるよ。本気にしないと見えないか、何やってるか。はい、くん、2.8。2.8 ぐらいは、あと入ります。はい。頑張った。うん、上手だね。頑張ったね。2.8 で、まあ 40% ぐらいね。さてと、そんで。よし。羽をそうやって押さえたまま、そろっと入れて。はい、そして光線照射当ててください。はい。で、プラス、うん、濃いからすごいな。プラス3だから、プラス3だから1分やったらお部屋に入れて撮影と。鳩の餌ってもう一個新しいやつあんの？え、ないの？買わなくて。嘘。じゃあ2つ買わないと。ほんで治療が終わったら買いに行こうか、あそこへ。なあんでおしまいなんだよね。はい、いやいや。おしじゃあ、あのハムスターに準備して。